万田駅は、神奈川県相模原市中央区上溝にある、東日本旅客鉄道相模線の駅である。島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎とホームは、跨線橋で連絡している。もともとは、古くからの木造駅舎が使用されていたが、老朽化に伴って2017年9月上旬から、駅舎建て替え工事が行われ、2018年5月までに、新駅舎が完成した。自動券売機のほか、改札口に簡易Suica改札機が設置されている。2016年3月12日まで業務委託駅となっていた。構内には保守用車両留置のための側線がある。2013年度にエレベーターが2基設置され、同時に専用通路も完成したため、バリアフリー化が実現した。2014年度の1日平均乗車人員は3643人であった。近年の1日平均乗車人員は下表の通りである。駅前にはロータリーと数軒の商店がある。周辺は住宅地であるが、徒歩7分ほどのところに神奈川県立上溝南高等学校があり、通学時は同校の生徒で賑わう。かつては駅前に、神奈川中央交通の I16 系統及び厚79系統の路線バスが発着していたが、どちらも1990年代に廃止された。ありがとうございます。